はい、皆様ごきげんよう、あきおみです。今日は、カプセルトイで面白いものを見つけたので紹介していきたいと思います。こちらが買ってきてカプセルのままの状態のものなんですが、まあ、カプセルかさばるのでもうお店のところでカプセル捨ててきたのがありますので早速見ましょう。こちら、ミニブックですね。回れ回転寿司リング、はい、こちらですね。まあこのブックレットは、写真とかはついてなくて、シンプルに寿司のネタの名前だけが載ってるんですけれども、こちら中身がこんな感じ、寿司なんですね。寿司がリング状になってて、っていうおもちゃなんですが、もう開けちゃいましょう。あ、もう、回ってますね。これが寿司のリングをはめて、こうすると、はい、回転寿司ってそっちが回転するんかいっていう感じなんですが、このように回る寿司のリングのおもちゃとなっております。まあ、ちょっとこれベアリングが入ってるのでハンドスピナーに通ずるものがあるのかなと思ってちょっと惹かれて購入しました。はい、で、今回はダブリもあるんですが、 1,2,3,4,5,6 回くらいお店でめちゃくちゃ回してたので、それの、種類見ていきましょう。まず1個目、卵、よくできてますね。ミニチュアなんですが、しっかり色、卵の焼き目もついてますので、まあ、よくできてますね。すごい勢いよく回りますね。まあ、ハンドスピナー並みのクオリティだと思っていいと思います。と、これが、エビ。エビですね。他の指にも刺しつっちゃおう。あ、いいですね。なんかもう富豪みたいになってますよ。寿司富豪。これがちょっと高そうな黄色い皿ですね。マグロ、マグロですかね。適当に言ってるんですが、あ、そうですね、マグロ。これがもう いっぱい指につけてガンガン回すの楽しいですよ。これがマグロの寿司、黄色い皿になってます。で、マグロはもう一個ダブリが、マグロダブりましたね。あ、でさっきの開けてないカプセルも卵のダブリでした。と、あとはこれはイクラかな。イクラは軍艦になってて、ちょっとかさ増しのキュウリが乗ってますね。はい、あ、これ小指に刺して、あと全6種類なんですが、カッパ巻きだけ出なかったんですね。はい、で最後大トロ、大トロは一貫の釣り、一番高そうな黒皿に乗ってます。こちら、こうですかね。はい、大トロはいい油が乗ってますね。美味しそうです。一貫のでかいあれね、こうなっております。はい、もう寿司、手に寿司。はい、そうですね、あ、ちょっとちっちゃい商品なのでアップで見ていきましょうか。はい、こちらが、先ほどお見せした寿司リング、回転寿司リングの、さっき指にはめてたんですけど外したものとなっております。リング自体は、こちらですね、ちょっと隙間が空いてるので、結構幅広い、指が太い方でも開けば、装着することができますが、ちょっとさっき中指、左手中指にはめた時に外れにくくってちょっと焦りましたけど、なんとか外すことができました。こちらですね。はい、じゃあブックレット見てみましょうかね。
ラインナップ、大トロは6番か、卵、マグロ、エビ、カッパ巻き、イクラ、大トロの6種類になっておりまして、カッパ巻きだけ出てないので、まあ残念ですが全部で7回も、まあ100円玉がもうすぐなくなって1個300円だったと思いますね、確か。で、回しまくってって感じですね。で、こちらが使用方法。皿の縁を指先で素早くなぞるように弾いて回転させます。で、指に装着してハンドスピナーみたいに回すって感じですね。で、注意事項ずらずら書いてあるんですが、まあ特に気に、そんな気にしない。サウナで。サウナやスキーとか書いてありますけど、そんなところでこんなのつけたら危ないですね。はい、はい、1個ずつ見ていきましょうか。まずは卵、こちらですね。卵よくできてますね、ミニチュアの。これが ベアリングの回転も良好ですね。結構よく回ってますね。この特にあのミニチュアのフィギュアの軽さだけなんですが、重りもない割には、結構いい回転をします。卵、マグロ、赤身ですかね、結構赤いですね。こちらとエビ、カッパ巻きがなくって、イクラ、キュウリ、イクラね、できればクリアパーツとかだったら嬉しいんですが、まあ別にこれでも十分だと思います。で、大トロ、こちらですね。油の乗りがいいですね。シャリじゃねえ、ネタも他のより一回り大きくって、まあ一貫盛りなのでね、でな感じとなっております。はい、ではもう一度ちょっとね、5個全部装着すると親指のやつがあれなので4個までにしておきますが、 これで全部回すのは難しいですね。はい、じゃあこれで終わりにしたいと思います。ごきげんよう。